みかん芥川龍之介、ある曇った冬の夕方のことである私は横須賀発上り二等客車の墨の席に座った。 ぼんやりと発車の笛を待っていたすでに電灯のついた客車の中には珍しく私のほかに一人も乗客がいなかった外をのぞくと薄暗いプラットホームにも今日は珍しく 見送りの人影さえなかったただ檻に入れられた子犬が一匹時々悲しそうに吠えていたこれらの景色はその時の私の気持ちと不思議なほど似ていた私の頭の中には 言葉にできない疲労と倦怠がありそれはまるで雪の日の空のようなどんよりした影を落としていた私はコートのポケットへ両手を突っ込んだままじっとしていたポケットに入っている新聞を 出して読もうという元気さえ起こらなかった。だがやがて発射の笛が鳴った。私はかすかな心のくつろぎを感じた。後ろの窓枠へ頭を持たせかけて、 目の前の停車場の景色がずるずると後ずさりを始めるのを待っていたところがそれよりも先にけたたましい下駄の音が改札口の方から聞こえだした間もなく車掌のののしり声とともに 私の乗っている二等室の戸ががらりと開き十三死の少女が一人慌ただしく中へ入ってきた同時に客車が大きく揺れて汽車が動き出した一本ずつ 目を区切っていくプラットホームの柱。置き忘れたような運水車。それから車内の誰かにチップの礼を言っている赤棒。それらすべては窓へ吹きつける汽車の煙の中。後ろへ過ぎていた。 私はようやくほっとした気持ちになってたばこに火をつけながらはじめて目を開けて前の席に座っていた少女の顔を見たそれは髪を胃腸返しにゆって気持ち悪いほど赤くひび割れた方の いかにも田舎者らしい娘だった。しかも汚れた萌木色の毛糸のスカーフがだらりと垂れ下がった膝の上には大きな風呂敷包みがあった。その包みを抱いた霜焼けの手の中には 三頭の赤い切符が大事そうにしっかり握られていた。私はこの少女の下品な顔立ちが好きではなかった。それから彼女の服装が不潔なのもやはり不快だった。最後にその 二等と三等との区別さえもわきまえないぐどんな心が腹立たしかった。だからタバコに火をつけた私は、一つにはこの少女の存在を忘れたいという気持ちもあって、ポケットの新聞を膝の上へ広げてみた。 するとその時、新聞の紙面に落ちていた外の光が、突然伝統の光に変わって、印刷の薄い部分の文字が鮮やかに私の目の前へ浮かんできた。言うまでもなく記者は今、 横須賀線に多くあるトンネルの最初の一つへ入ったのであるしかしその伝統の光に照らされた新聞の紙面を見渡してもやはり世間は平凡な出来事ばかりだった講和問題新郎新婦 汚職事件死亡広告私はトンネルへ入った瞬間記者の走っている方向が逆になったような錯覚を感じながらそれらのつまらない記事から記事へほとんど機械的に目を通しただがもちろんその間も あの少女がまるで下品な現実を人間にしたような様子で私の前に座っていることを気にしていた。このトンネルの中の記者と、この田舎者の少女と、そうしてまたこの平凡な記事で埋め尽くされている新聞と、 これが象徴でなくて何であろう不可解な、過当な、退屈な人生の象徴でなくて何であろう私はすべてがくだらなくなって、読みかけた新聞を放り出した。そしてまた窓枠に頭を持たせかけながら、 死んだように目をつぶってうつらうつらし始めたそれから何分か過ぎたあとだったふと何かに脅かされたように感じて思わずあたりを見回すといつの間にか例の少女が席を 向こう側から私の隣へ移してしきりに窓を開けようとしているが重いガラス戸はなかなか思うように動かないらしいあのひびだらけの方はより赤くなって時々花をすする音が息の切れる 小さな声と一緒にせわしなく耳へ入ってくるこれにはもちろん私もいくらか同情するものだったしかし枯れ草ばかりの山の斜面が窓側に迫ってきたことで記者が今まさに トンネルへ入ろうとしているのはすぐにわかることだった。にもかかわらず、この少女はわざわざ閉めてある窓の戸を開けようとする。その理由が私には理解できなかった。いや、私にはそれは単に この少女の気まぐれだとしか考えられなかった。だから私は腹の底にずっと険しい感情を持ちながら、あの霜焼けの手がガラス戸を開けようとして悪戦苦闘する様子を、まるでそれが永久に成功しないことでも、 祈るような冷酷な目で眺めていたすると間もなく凄まじい音を立てて汽車がトンネルへ入ると同時に少女が開けようとしたガラス戸はとうとう開いたそうしてその四角い穴の中から すすを溶かしたようなどす黒い空気が急に息苦しい煙になってもうもうと車内を満たし始めた。もともと喉が悪い私はハンカチを顔に当てる暇さえなくこの煙を浴びせられたせいで ほとんど息ができないほどせきこんだ」が。が少女は私を気にする様子もなく窓から外へ首を伸ばして闇を吹く風に髪の毛をそよがせながらじっと汽車の進む方向を見ている。 その姿を煙と電統の光との中に眺めたとき、もう窓の外がみるみる明るくなって、そこから土の匂いや枯れ草の匂いや水の匂いが冷ややかに流れ込んできた。もしそれがなかったなら、 ようやくせきがおさまったわたしは、このみしらぬ少女をあたまごなしにしかりつけてでもまたもとのとおり、まどのガラスどをしめさせたのにちがいなかったのである。しかし、きしゃはそのころには、もうトンネルをとおりぬけて、かれくさの 山と山との間に挟まれたある貧しい町外れの踏切に通りかかっていた踏切の近くにはどれもみすぼらしいわらの屋根や瓦屋根がゴミゴミと狭苦しく並んでいた踏切板が降るのだろう ただ一流の白い旗が揺れていた。やっとトンネルを出たと思うその時、その寂しげな踏切の柵の向こうに、私は頬の赤い三人の男の子が隙間なく並んで立っているのを見た。 彼らは皆この曇り空に押されたかと思うほど揃って背が低かった。そうしてまたこのは外れの暗い雰囲気と同じような色の着物を着ていた。その彼らが汽車の通るのを見上げながら 一斉に手を挙げるが早いか小さな喉を高く反らせて何とも意味のわからない声で一生懸命に叫んだするとその瞬間である窓から半身を乗り出していた例の娘が急に あの霜やけの手を伸ばして、勢いよく左右に振った。かと思うと、たちまち心を躍らすばかり暖かな太陽の色に染まっているみかんが、五つか六つ、汽車を見送った子どもたちの上へ、ばらばらと空から降ってきた。 私は思わず息をのんだ。そうしてすぐにすべてを理解した。少女はおそらくはこれから方向先へ向かおうとしている。少女はその懐に持っていたいくつかのみかんを窓から投げてわざわざ 踏切まで見送りに来た弟たちの牢に報いたのである夕暮れの町ずれの踏切と小鳥のように声を上げた三人の子供たちとそうしてその上に落ちる鮮やかなみかんの色とすべては記者の 窓の外に瞬く暇もなく通り過ぎた。が私の心の上にははっきりとこの光景が焼きつけられた。そうしてそこからある得体の知れない朗らかな気持ちが湧き上がってくるのを意識した。 私は頭を上げて、まるで別人を見るように、あの少女をじっと見た。少女はいつの間にかもう私の前の席に戻って、相変わらずひびだらけの方を萌え着色の毛糸のスカーフにうずめながら、 大きな風呂敷包みを抱えた手に、しっかりと三刀切符を握っている。私はこの時初めて、言いようのない疲労と倦怠とを、そうしてまた不可解な、過当な、退屈な人生を、わずかに忘れることができたのである。